はい、おはようございます。おはようございます。いや、台風が通り過ぎて、はい、もう波もちっちゃくなりました。はい、今日の波はどうですか？週末サーファー100点ウェーブです。いい波です。今日はいつもより車が多いです。そうですね、普段人がいない海で入ってる人が多いんで、宮崎の人、みんな同じピークに固まりやすいですね。千葉とか湘南の人よりなんかいっぱいある、人が いないのにいい波が割れてるところに誰もいないっていうルールがあるんで、まあ、ルールを守って海の中も、まあ、道とか、まあ、あとなんだ、夜の街とか、まあ、みんなでこうファンに楽しめればいいっすね。こんにちは、南蛮です。台風2号の置き土産がこんな感じですね。もうだいぶサイズダウンしましたね。この波で早速今回もやっていきましょう。まずはショーン・ライアンさんと大志くん入っていきます。足元はテトラがちょっと見えてますんで、けたくらないように。さあ、まずは大志くん行った。ナンショットナンタン、もう一回見てみましょう。さあ、ここからですね、深いボトムターンからの来たーって感じでバチコーンと持っていったら、おーっと、新しい技なのか、前足を外して何やらお尻でボードを押さえながらこっから見せるんでしょうね。見せてください。ナンショットね、ただのワイプアウトじゃねえかーみたいな。さあ、クリキショウ太郎が救うかのように当て込んできますね。そしてパンピング、パンピング、インサイド狙っていくが置いていかれる。カメラがパーン。さあ、誰、ショーンさん行った。そら、あんたショーンさん入っちゃね、ブレークが、うわー、もう早かった、残念。さあ、そして藤田ヒューセー、ヒューヒュー。さあ、一発当て込んでからのスープアプローチ、そしてもう一発、そしてプルアウト。さあ、ショーンさんが行った。しかしこれはちょっとね、パワーゾーンがない波なのですぐにプルアウト。きたー、大使チューブイン。おっと、あんた、うわっ、ギャッブラッギャッ。もう一回見てみましょう。ここからですね、チューブインからのドあー、俺はナンショットか、うえー、うわいやーみたいな、そんな感じでなんかもがいてますね。ちょっとね、何してるんでしょうかね。さあ、そしてクリキショウ太郎がカーブからのもう一発吸うかと思ったら、バンピングからのチェックターンでインサイドセクション当てに行く、バチコン。そしてもう一発行くかと思ったら、お前さん、コマかと、そんな感じでプラートですね。さあ、誰が行く、来たー、川端大志、もうスピードアップはもう得意中の得意、カラーの来ました、逆光の中飛びます、バチカー、うらー、俺決まってますよな、こっから見せますよ。お、ちょっとつまんだけども落ちていきます、うわーみたいな、あんたらショットね、今日はいいとこだねがまだみたいな。さあ、そしてもう一発スピードアップからの、お、どうする、発射台見つけた、カモン、ここで俺決めるんすよ。しかしちょっと待って、バランスがおかしいのよ、ということで落ちていきますよ。皆さん、グッバイ。うわあ。さあ、そして今度はバックサイドですね。まずはトップターン。お、一丁の今のからのもう一発。お、決まった。たまには決まるんですね。さあ、もう一回見てみましょう。さあ、ここからですね、バックサイド。ほら、バチコーン、ほら見てん、スプレーがバーンって飛んでいくよ。そしてバランス整えてもう一発、バチコーン、ヘッドを押さえてるんでナイスですね。見てん、今回俺決まったっちゃねーみたいな、決
まってますよ。最高ですよ。さあ、そしてショーンさん行った。まずはおっと、ちょっとあれあれどうしたのみたいな、そんな感じでなんかキョロキョロしてましたね。さあヒューセン行った。まずはトップターンからのもう一発ねじ込んだ。おっとトランクスが下がってたので上に上げます。そして様子を見ながら X どうしたんだ、 X ジャパンなのかみたいな、そんな感じで。さあそして大将乗っていった。これスピードアップスピードアップ、出るか前に出るか、得意の、うわー、ここは無理、俺は無理、もうやられます。さあヤングサーファーが登場です。2人そして3人。さあどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。さあまずは奥村くん。さあおっといきなり、そしてセナ君チューブイン、しかしインコンプリート、美人ママです。気づかれました、バレました、撮ってるのが、そして笑ってます、最高ですね。さあそしてカメラがバーン、なぜかというと林君が乗ってきたんです。まず一発かましてからのもう一発、しかしあんたここはしくったらいかんやろみたいな。さあ高台が行った、深いボトムターンからのタップターン、いいよからのもう一発ねじ込んだ。おっと置いていかれた、惜しい。さあそしてショーンさんが鬼パドルからのテイクオフ、まずはチェックターン、わーっと、しかしブレイク早い、その前に高台が乗ってきた、しかし何がしてかったっちゃろうかみたいな。さあクリックショタロー鬼パドルからのチェックターン、そして一発かましてスピードアップ、そしてリエントリー決まった、やる、さすがっすね。さあそしてカメラがパン、スカイ君いった、まずはおっとナイストップターン、そして脱出。さあもう一発いきましょう。さあスピードアップスピードアップからのどうする、うーん無理みたいな。さあそして今度はフロントスピードアップからの、おこれいっちゃね、カモン、うわー、今のは何があったんでしょう、もう一回見てみましょう。さあここからですね、深いボトムターンからのここです、バチカーン、そしてレイバック気味にカッコつけようと思ったら見て、両足がツルリンポーンみたいな、俺は溺れるみたいな、あんたのショットみたいな。さあそしてこっちはスカイ君の美人ママですね。おっとブレイク早かった。さあそしてスカイ君急いでからのチューブインだからもう捕まっちょるがみたいな。さあ大使がオリパドルからのスピードアップスピードアップ、もちろん、お、チューブを狙おうとしたね、今。もちろん、ここですよね。ほりゃー、俺行きますよ。ちょっと先っぽつまんで、そして、これ俺、行けるんじゃね？もう、いただきっすね。ちゃんちゃん、みたいな。あんた、やっぱり、お、キラ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 した中で、はぁー、息ができるみたいな、そんな感じで出てきましたね。呼吸をいっぱいしてます。空気いいっすよね、宮崎は最高です。さあそしてほら、セナ君あんたのショット、もう一回見てみましょう。さあここですね、バチカーンといってこっからフリーホールで落ちます。もう両足がボードから離れてます。そしてその反動がタッチダウンした時の反動がもう返ってきたので、もうでんぐり返りみたいな、そんな感じでもう吹っ飛んでますね。さあそして大志くんが上がってきました。どうですか、大丈夫ですか、あんた台風の時いい波ばっかり乗って、もうこれはもう面白くなかったっちゃねみたいな、そう簡単話よ、笑ってます。さあそしてショーンさん行った、まずはどうする、チェックをしてからのもうショルダーがないのでプルアウト。さあそしてセナ君が行った、まずはバックサイドトップターンナイスからの来い、あっとノーズが引っかかった、惜しい。さあ次はフロント、ウォーナーストップターン、もう一回見てみましょう。このスプレーはね半端ねっすよ、見てこっからバチカン、ほらドッスって飛びようわ、あんたも将来いいサーファーになるわあんた。さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後はセナ君しくったよ。